そうかもね。どうした？9番モニターに分析結果を出してある。見てくれ。これは予備試験のバンチ注入に対して予測値を超えるエネルギーが発生している。数値から見ても反粒子の追消滅によるものだ。どうして反粒子が発生？原因は不明だ。しかし反粒子の発生は指数関数的に増大している。このままだとあと数分で素粒子レベルの追消滅じゃなくなるぞ。ああ、連鎖追消滅が始まればその爆発規模は試算したのか。9エクサジュール以上だ。半径50キロ以上、関東平野が壊滅するサイズか。ああ緊急停止機構はどうした？停止スイッチを押しても電源管理システムが反応しない。100 99 98 97。なんでこんなことが。時間順序保護仮説、いや、テープだとしたら厄介だ。新藤さん、何が起こってるんですか？新藤さんってのはやめてくれ。ん？博士、新藤博士。新藤博士、説明してください。全てが終わったら説明してやる。大丈夫、お前の彼氏を信じろ。あいつはアインシュタインの後継者と言われる天才だ。しらすけさん、緊急強制遮断。3、2、1、1、6、1、160、59、57、57。一旦逃げた方が良くないか。半径50キロが壊滅するという話です。逃げても無駄なのではないでしょうか。そりゃそうだが。心配するな。俺が何とか。